どうも、ジョイフゲームズです。本日はですね、いつもの俺と穂高に加えて、なんとなんとなんと、ひろきさんと慎太郎のオールスターズに来てます。今回ですね、もうゲーム実況のテンションじゃなくて、プライベートのダラダラしたようなテンションで行っていただいて大丈夫なんで。マジ？うん。もうダラダラとね、まあ、今回ですね、私、なんと企画を持ってまいりました。おぉ。じゃあ、まずはこちらをご覧ください。お年玉をもらうのは誰だ？ UFO ゲームズクイズ！そう、お年玉というのもね、まあね、一応景品用意してあるんですけども、皆さんは UFO ゲームズの出演者であり、かつ、まあ、ファンでもいてくれてますよね、ということで。はいはいはい、もちろん、もちろん。当然よ。動画、この歌はあんま動画見てない。動画見てくれてるよな、ちゃんと。俺は見てる。本日はこれまでの UFO ゲームズの動画から、あらゆる部分を切り取って、UFO ゲームズへの愛があれば簡単に答えられるクイズを作ってきました。いやー、そこに、そこに。そこに愛はあるんか、やかましいわということですね。それでは早速、ルール説明をご覧くださいということで。まずはですね、私、ユージが UFO ゲームズの動画の中から問題を作成してきました。そしてですね、チーム分けはこちらの通り、穂高VS ひろき炭治慎太郎チームです。次にルールなんですけども、まずクイズの種類は2種類ございます。で、回答発表型と、早押し型があるんですけども、回答発表型は動画を見終わった後に同時に回答オープン。早押し型はもう再生されている動画をもう一時停止ボタンを押して、もうそのまま答えが分かった人からも答える。そういった、回答方式となっております。で、次に正解した時のポイントなんですけども、穂高が正解すると1ポイント。で、穂高はね、全部の撮影に出席しているのに加えて、普段編集もしているということで、一番動画見てるアドバンテージもあるので、ひろき炭治慎太郎チームが、正解した場合は、2ポイントとさせていただきます。OK ですか、皆さん。はい。ということでですね、早速、もう皆さん準備はいいでしょうか。はい。ということで、ね、早速、最初の問題、聞かせていただきます。最初はですね、回答発表型の方ですね。なるほどね。はいはいはい、はい。ということで、からいかせていただきます。ということで、まずはこちらの動画をご覧ください。覚悟はいいか、炭治。うれぇ！さあ、始まった試合が。さあ、ゴムでボスを倒してくださいよ。炭治は耐えきれんよ。いや、俺が勝つ。うれぇ。それでは、ここで問題です。穂高がこの後、このやられてしまったシーンに対して、あるアニメキャラクターのようなツッコミをします。それはどのキャラクターでしょう？はい。それはいける。ということで、はい。答えてください。だって俺これ見たのに知らん。やばい。てか、タンチ出てるし。出てるし、わからん。で、1対3で。2人だけ出てんの動画。そう。俺が作ったステージ、じゃあ、コナが作ったステージを俺とタンチがプレイしてるって感じ。これ最近。やっと最近ちょっと結構思ったよ、最近。ちなみに問題は、穂高が何のキャラのツッコミのような、ツッコミしたか。穂高はワンピースじゃん。あ、そういう推測もあるやな、確かに。なんか、マリオとは、ルイージが同時にこっち向いてくる。はい、マリオ。それが違うな。っていうツッコミ。はい、マリオって言ったの。いいよ、はい、マリオ。絶対話すからやるわけ。絶対言わへんぞ。はい、マリオね。ねえ、もつけて。皆さん回答よろしいですか？いけたよ。いけた？じゃあ、まずは、穂高の回答を見てみましょう。穂高の回答こちらです。じゃん！ベジータです。おお、穂高はベジータと。ベジータ。まあ自分のツッコミやからな。ベジータ。もうな、なんて言ってるかも分かってる。汚ねえ花火だ。おおえ、ひろき慎太郎炭治チームの答えは？はい、マリオンね。おい、それ最近流行ってる BG なんか。コナクが、この、こいつらが死んだ後に、はい、マリオンねって言ってたら、えぐいやん。言うわけないよ。ちゃんと踊って。ちゃんと踊って。いわゆる正解はですね、こちらとなっております。うれぇ！さあ、正解はこちらです。さあ、ゴムでボスを倒してくださいよ。タッチは耐えきれんよ。いや、俺が倒せないやん。汚ねえ、花火すぎやろ。また出てくる。きたねえ花火だ。きたねえ花火すぎやろ。顔かさなんだ。で、答えはきたねえ花火だ。小高1ポイント。まずはこちらの動画をご覧ください。ボス、ボス覚えてる、これ。やばいやばい、見えてきた、やばい、避けろ、風吹いてるから地味に通る、うまい、おいナイス感じ。ちょっと待って、これむずいな。まね、復活、復活が大事、復活が大事。ゾンビアタック、ゾンビアタック死ね。ゾンビアタック、ゾンビアタック、おい、ゾンビアタックとか言うな。
OK。 おやばい、かわして、粘って、かわして、おやばい、俺エース。よけろよけろよけろ、タンジ確定してるな。ちょっと、あ、やばいやばい、ゾンビアタック、復活復活、よしよしよし、お願い、よし、これ一発、よけろよけろ、よけろ、よけて、よけて、よけてくれ、復活復活、ナイス、ゾンビいける、全員が活躍する、はいで、はいで、はいはいはい、よっしゃー。それではここで問題です。この大盛り上がりのボス戦の後、ゴールできない人がいます。それは誰でしょう。2人ゴールできないので、どちらかを当てていただければ OK です、っていう問題ですね。1人当てればいいか。俺絶対、絶対これ、感じこれ、俺絶対、いや、そういうの大きい声で言うなってここは当てに行くか、じゃあ、うん、俺書いたら絶対確実、うん、で今回はひろきたんじしんたろうチームから発表していただきます。ひろきたんじしんたろうチームの回答がこちらです。たんじ、なるほど、ほだかの回答はこちらです。ほだか、やばいかも。それではゴールできんかった気がする。正解を見てみましょう。マジで終わり、終わり、終わったんちゃう、揺らすな、怖い怖い怖い、怖すぎた、今の土管怖すぎた、超エッチやで、来たー、来た来た、走れ、行けー、あー、来るんか、ゴールすんな、ゴールすんな、俺ゴールすんな、あ、終わった、ゴールした、ほらかゴールできるぜ、そして、ということで、ゴールできなかったのはほらかと慎太郎でした。ごめん、お前、俺や言うてたよ、ごめん、今ね、今ほだか2ポイントで、ひろきたちが0ポイントです。まあ1回正解したらもう1回、そうそう、それまた逆転できる。こちらの動画をご覧ください。こちらの動画をご覧ください。弱いって、エヴァパイだったろお前。間に合わへん、間に合わせる、間に合わせる、間に合ってへんで、エヴァパイロット、あ、間に合わんかった、ごめん、今どこ行ってやってへんやんけ、お前素通りやんけ、いや、任せろ任せろ、いた、いた、いや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 、削れ削れ削れ、よしよしよし。それではここで問題です。この後穂高が慎太郎の名前をとんでもない言い間違いします。なんと言い間違えたでしょうか。俺なんて言われた、しもえたの、とんでもない間違いしましたからね。え、だから、チンタロウとかじゃない、いや、いや、そんな感じよな。一言一句当ててくださいね、こいつら、こいつら、ノートにとんでもないことが分かんないと、魂になるぞ、と。いや、ちょ、俺、これの自信あんねんけど。回答締め切りです。それでは、まず、ほだかから発表してください。チンタロウ。ありそうやね。ありそう、ありそう。それでは、慎太郎が発表してください。一瞬それ思いました。でも違います。辻太郎。最低です。だって行き過ぎやろ。終わっとる。そんなわけ。それでは答えを、どうぞ。削り合わない、ちょっと。いや、いけ。じいちゃん。じいちゃん。じゃあ、じゃあ、じゃあ。じゃあ、じゃあ。じゃあ、じゃあ。待って、なんか無理やった、無理やった。持てへんかった。あ、どうすんの。あ、わかったわかった、土佐草に紛れて出られました、声答えはチンチンでした。わー、なんかどういう間違い方それ元気にどこにあるの。2人ともポイントなし、チームとも、わー、何があったんこれ、チームあってたな。お前、俺の親にも失礼や。続いての問題です。こちらの動画をご覧ください。ごめん、エレバトキャ、お前ら、あこれむずい、めっちゃシャトランしてるキノピオ。はい、オッケー、鍵だぞ、鍵だった、鍵だった、よし、叩くぞ、よしよしよし、鍵どうせ後ついてくるんだ、鍵はついてくる、大丈夫、よし、走れ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 、かわいい、おっそ、おっそ、おっそ、かわいい、お前なんで死ぬで。それではここで問題です。この中から、この後先ほどの扉に入れない人物が二人います。それは誰と誰でしょう。両方当てなあかんねん。両方当てなあかん。俺入れなさそうじゃん。え、ちゃ、割とな。意外と穂高とか優先。ユージ、ユージの人。先頭で行ったやつやと思う、俺は。ユージと慎太郎や。あ、じゃあ、答え発表でいいですか、はい。ふらくさんじ慎太郎チーム、回答オープン !AC! ってことは、俺と慎太郎ですね。はい。穂高、回答オープン !AC! おAC よ、これは。絶対俺もそう思った。いや、わからんけど、ね、それでは、回答をご覧ください。なんか、頼んだよ、頼んだよ。いいね。お前、やり返された。おいナイス。
ッケーオッケー、もうあれだけ気をつけたらいいから、あれだけ気をつけたらいいから、みんなあのかわいい、カートしてくれ、誰か書いてくれ、誰か書いてくれ、いや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 、カートしてくれ、かわいい、誰、かわいい、誰、かわいい、ということで、ほなくがさんポイント、ひろきたち2ポイント、はい、おー、抜くからな、いやでも、今の俺答えた、偉い、偉い、よし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 、これはこれはまだいける、続いての問題です、続いての問題ですね、読み一体2ですね。俺らの今までの4みたいの第2個目の4みたいからの出題です。まずはこちらの動画をご覧ください。やったよ、ちょ早行こう早行こう早行こう、あ、え、ここか、え、どうなってんのどうなってんの、誰か踏んだ、いや俺じゃないよ、キロピを踏んだ、いや絶対俺じゃない、もう多分 アウトってこと、これもしろ、じゃあみんなヒントあげるわ、これ時間、みんなみんな待ってヒントあげる、ああ止まれ、一旦何も押すな誰も、ならへん、すげえ、あ、なるほどね、後ろ向いたらダメなコースと、だから誰か後ろ向いてみとり、なるほどね、なるほどね、なるほどね、了解した了解した、オッケーオッケーです、じゃあさっさと死ね、絶対後ろ向くなよ、順番で行こう、先頭から順番で行こう、後ろ向いたら絶対後ろ向くなよ、でも待って、押すな押すなって押すなよ、戻れへんからな、戻れへんから、それではここで問題です。この左向いたら即終了の仕掛けで、この画面の上側に行く、この画面を突破するまでに一番左を向いてしまうチームに迷惑をかけた人物は誰でしょう、という問題ですね、はい、さあこの中で誰が一番目、お、タンジ、タンジ手挙げてる、いやでもいや俺が書いたしええよ、お、はい、あ、答え OK ですか、 OKOKOK、 それでは、ひろきチーム、ひろき、タンジ、シンドルチームの回答オープン、ひろき、お、なるほど、小高チームの回答オープン、ひろき、あー、それでは回答の方ご覧ください、バネの上投げる、ひろきこやんな、いきますよ、あ、ちょっと右上にカウントあるから、やばいやばい、ひろき一応一応頼む、あ、やばい、何してる、行き過ぎよ、行き過ぎや、行き過ぎや、小高やりましたね、俺はこの一回だけやったと思う、もう右押してる、俺なかなかやったら、まだ頑張ったらいける、ひろきか慎太郎でもいける、さあ、誰が抜くのか、帰ってきた、帰ってきた、誰が、これ単純です、これ単純、あー、単純、単純1、気持ちが刺すぞ、お前、はは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 、全死ね、全死ね、あ、左向いてわかんないけど、俺は単純ですね、単純、単純、このコーラを俺めっちゃこれトロールした気がする、あー、わかった、慎太郎頼んだ、投げて、バネってどこ、前に上げる、あー、ね、それどうなる、うぇ、すげー、え、なんか転がってた、死んだ、なんか障害物、誰が無視だ、上登れんちゃう、ヒノピコ向け、あ、わかった、バネ使えた答えは、おりげげげげ、ヒノピコ向けまーす、さあ、さあ、最後、誰が向くのか、これでいいんじゃん、全員おるな、あんだけ刺すぞって言った、ヒノピでした、よっしゃー、ということで、今、4対4です、よっしゃー、熱いな、勝てるで、なんで地味に覚えてんだ、お前ら、すごいな、ほなかも、これだってもう1年ぐらい前やね、1年以上前ちゃう、なんだろ、みんなそんぐらい前、よく覚えてるな、追いついた追いついた、熱いな、いやー、それでは次の問題です、どうぞ、まずはこちらの動画をご覧ください、レインボーループやん、はい、トーコ、そう、ザ・タワー、やかましいわ、じゃあもうこれいない入れ替えじゃん、うわ、いない入れ見とけばよかった、なんで見てんの、一人だけついてこれてないからな、ほんまに見てへんね、え、うわめっちゃいいシュート、うまい、今の熱いな、歯を食いしばって我慢したけど、それではここで問題です、この後全員でリーオを大合唱するのですが、歌詞の中にあるリーオを一番大きな声で叫ぶのは誰でしょう、リーオってその、うん、あれな、愛の手入れるとかやんな、そう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 、あっこやんな、いや俺はこの色のテロップを入れた覚えがある、お、こういうとこで強いから、強いから、ほなか何回も一番見てるんはほなかやもん、そう、そう決まったで、それだ、ほなかチームの回答オープン、慎太郎、嘘、え、慎太郎の、慎太郎よ、続いて、ひろきチームオープン、ゆうじ、あ、ゆうじ、俺ね、じゃあ正解をどうぞ、歯を食いしばって我慢したけど泣いちまった、みんなが肩を叩いてくれた、変に照れくさくて言えなかったんだよ、ありがとうな、
僕たちの絆にマジで感謝。シャンラララシャンラララララシャンラララシャンラララいいよ。シャンラララ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 マジで感謝。正解は死んだ方でした。うわポイント5対4です。さあ、ほだかやるな。まずはこちらの動画をご覧ください。カロンで。あ、いいね。やり過ごせ。カロンでーす。いや、これどうやっていく？え、これどうやっていく？カロンでーす。まずーい。いくらって？こうか。まずいよ。で、こうや。ワールド。終わった。あ、ミスった。あ、下に。おい。いや、ミスった。そういうことですね。ピョン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 って跳ねたら可愛いな。あ、感じ。危ないじゃん。危なかった今。あ、まあ、計算的に。ドキドキした今。やばい、ドキドキする。やばい、ドキドキする。それではここで問題です。この後ミスをした後にとてつもない下ネタをぶち込む人物がいます。それは誰でしょう。下ネタ文字で2択ぐらいに絞られるよ。急に。なんなんだ。下ネタに2択やねん。まずあの、わしらどっちか。自覚ありやん。二択ですよ、ミスる確率多いわ。まあ俺やけど。新顔やねんけど。まあでも、ヒロキも全然言う可能性あんねん。なんかねっとり慎太郎が言いそう。それでは、はい、ヒロキさんじ、慎太郎チームの回答は慎太郎。なるほど。小高チームの回答は慎太郎。おい、やめてくれ。イメージが。回答の方、どうぞ。うわ、楽しいな、このゲーム。いや、めっちゃ楽しんでるやついる。で、吐いて、次が、ごめん、ケスケ、ごめん、ごめんな。おぉー、めっちゃ下手。進歩できず。あー、進歩。最悪です。旦那。ということで、ストレート、ユウタ違くないけど。正解は、慎太郎のポでした。こんなん言うから、チンチンって言われる。これ自分が悪いな。続いての問題ですね。早押クイズです。よし。分かった人から、はいって言ってください。今6対6です、ね。ポイントは6対6です。6、6や、来た。早押クイズです。早押クイズね。早押問題です。分かった人から一時停止してお答えください。お手つきはあります。今、何問題？はい、はい、はい。はい、単字。7。ブー回答権、ほだかです。え、ちょっと待って、振り返っていい？ 7。俺が7って言って間違ってんねん。ブーブーです。ブー、ほらかブーです。はい。じゃあ、ほやん。じゃあ、ほやん。ひとつたちに回答権移ります。6! ブーほらか2回です。はい。8! 正解は？来た。正解は？ 8 問目でしたー！ということで、ほらか1ポイントあります。7対6ですね。やばい。俺1問ミスか、今。続きまして。早押し問題です。分かった人から一時停止してお答えください。お手つきはあります。左ヒロキが左に降りたらいい。あ、そうする？こっちか。左ヒロキが左に降りたらいい。なんか覚えてるわ。伝説の。早押しやね、完璧な体勢が整った。はい、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 どうぞ。タンジ。ブーよし、ゆっくり見よう。ゆっくり見よう。ゆっくり見よう。全部、全部、全部見るぞ。どういう順番？タンジを押して、死んだらヒップドロップする、ヒロキが稼働させて、コナカがそのスネークブロックに乗っていくと。どうや、死んだ後は邪魔せんように。うん。あ、悪いとく。行くぞ。完璧な体勢や。はい。行け。これかっこいい。大悟や。おぉーかっこいいじゃないの。ここで見せるのはタンジでしたが、あー、でしたがあるよ。あ、おぉはいはいはい。あ、はいはい、どうぞ。俺ヒロキ。正解は正解は、ヒロキでしたー。イエーイ。引っかかったねー。よくあるじゃん。じゃあ、絶対見ようか。いけね。いや、大丈夫。さすがにヒップドロップだけどミスらん。舞台が整ったと。おい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 。大胆時期。逆転。クイズ番組。今 ?87?87よ。87よ。8対7でヒロキ死んだら大事が勝ってます。よし、よし、もらうでーす。まずはこちらの動画をご覧ください。あ、鍵ある、鍵ある。どこ？さあ、はい、どれ？え、どうやってこれジャンプ。こい。ジャンプ。おお、全員できてるやん。もう一丁。慎太郎、慎太郎。スピン、スピン。慎太郎、ある。そのまま押して。で、入って。ドアに。ズバーイ！やったー！いいね！中間。音？取れ、取れ。さあ、取ってってください。取れ、取れ、取れ。オッケー！脱いで、みんな脱いで、パンツ脱いでいってください。それではここで問題です。
ヒロキはこの後ある奇行に出ます。それはどのような行動だったでしょうか。いつもやん、自分やろ、わかるやろ。いや、全然覚えてへん。さあ、ヒロキと慎太郎の下ネタコンビが悩んでおります。逆にパンツかぶっちゃうんだ。ちょっとさ、マイクに入らへん声で逆にパンツかぶっちゃうとか言うのやめて。さあ、では穂高の回答オープンしてください。現実でも脱いでって脱ごうとする。お、で、ヒロキ慎太郎の回答は逆にパンツかぶっちゃう。さあ、回答オープンです。オッケー、脱いで、みんな脱いでパンツ脱いでいってください。脱ぐ？俺は脱ぐ。現実では脱ぐな。あー、すごい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 。ということで、ポイント今 88? うん、88同点です。接戦やな。まずはこちらの動画をご覧ください。2人じゃ無理っていうか、やばい、ヒロキ生き残りに定評ある。そう、来た、いいね、よしよしよし、うん、またやせ、来るぞ、ここで死ななければ大丈夫、これで来る、来た、なるほどな、怒ってるぞ、めんめ、やばいやばい、めっちゃ来る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 、最後はやっぱりエース。キラよけろ、キラよけろ、キラ。最後はやっぱりエース。任せろ。うちのエースちゃうな。入れ。キラ。キラ危な。キラエグい、キラエグい。なんかそれこれ最後トラップなかったっけ。あった気がする。あったな。あ、これいったか、いったか。待って待って待って、いったか。これ分かれたやつ。下下いったか。それではここで問題です。この時ヒロキは頭の中で何を考えていたでしょうか。さあ、さあ、分かんない。おい、あ、おい、どっちに行ってんやん。あー、なんやこの回答が被ってたの、両方点数が入るから。あー、奇抜な答え。さあ、ということで回答オープンといきたいと思います。穂高チームの回答どうぞ。あー、町田商店行きてー。ということで、ひろき炭治チームの回答、炭治どうぞ。わざとミスしようと思ったみたいな感じで後から言いそうやな、みたいな。正解。どういうこと。え、なんか、なんて多分あれブロック、隠しブロックあるんよ。で、なんで、なんて言ったの、なんて言ったの、わざとミスしようと思ったで、ひろきが考えてたって回答がこっちチームで、で、正解はなんて考えてたんですか。わざとミスしようと思った。正解、ひろき。何がおもろいの。正解です。ということで9対8ですね。よっしゃ。さあ、ということで残すところ最後の1問です。よっしゃ。俺勝ちないで、このままやったら最後答え正解したマイナス5ポイント。違う違う違う、最後同点やったらサドンですが。オッケーオッケーオッケー。まずはこちらの動画をご覧ください。裏面に行きました。バターよし、よし、ラストです。ガチのラスト。誰踏んだ、なんか分からへん、なんか踏めた、俺の方よけろ、お前よけろ、この子投げた、よけろ、ナイス、戻れ戻れ戻れ、全力で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 戻れ、踏み復活踏むしかない、踏みに行け、やばい、マジでやばい、マジでやばい、これマジで、あー、フォルファーでかくれてた、影手裏剣の術や。それではここで問題です。この後炭治はあるアニメのキャラクターのような発言をします。それはどのアニメのどのキャラクターでしょうか。これはあのベジータみたいな感じで答えてくださいね。あのジュースか配球やわ、どっちかに運んでた多分。あのアニメ分かればいいわ。そのキャラクターを見たことない人はいないんじゃないかな。でもまあめっちゃ国民言われたら、まあまあ、まあ結構でも国民的か。小高オープン。そうや、エヴァンゲリオンですね。エヴァ俺見たことないから大丈夫。で、次、炭治、小高、慎太郎チーム、回答はジョジョ。ということで、正解見ていきます。どうぞ。めっちゃジョジョっぽい。なんかぽいやろ。マジで完璧やわ。さあ、2回戦始まりましたよ。始まったー。オッケー、一発目ナイス。これを避けてくれ。始まっていこうぜ。あ、スピンです。じゃあ、あー、待って、待って、待って、スピンでした。かわして。うるせえやつらの声。かわして。あー、タンジ。もう無理、ごめん。スピンですちゃって。あ、スピンですちゃ。